でございます。前回続きまして終盤工業曲第2番の解説を始めていきたいと思います。今日は第4楽章5回目433小節目から515小節目までを解説していきます。394小節目から長い休みがありまして、ベースは433小節目のピッチカートから入ります。で、このポジションはもうお好みで取っていただいて構いません。最初のアーを解放で取って、次のデは解放を使っていただいても構いませんし、あるいはアー線で押さえていただいても構いません。この5小節間はこのような形となります。その後445小節目から7小節間のハーフポジションを使ってまとめて取ることができます。そして注目していただきたいのは448小節目楽譜をご覧いただきますと F のドア1拍目に来ています。これが現在では間違いだとして464小節目と同じように2拍目で演奏するパターンが多くなっています。書いてある通りに演奏するとになりますが、これを修正するとこのように演奏されるパターンが多くなっています。ただ一部の音源では書いてある通りに1拍目で演奏される場合もありますし、指揮者によっては書いてある通りに演奏するという解釈を持つ指揮者もおられます。この448小節目を1拍目で演奏するのか2拍目で演奏するのかは必ず指揮者の指示をいただくようにしてください。その後もしばらくピッチカートが続いていきまして、アルコになるのが478小節目からになります。で、最初はゲイになりますが、ボイングはアップダウンと弾いていただきたいと思います。で、481小節目なんですけれども、次の小節にまたがって一つのスラで書かれています。で、書いてアウトに弾く場合は全てダウンとしてこのように弾いていただいても構いませんし、あるいはフォルテをキープしたいのであれば一音一音を切っていただいて、ダウンアップダウンアップと弓順で弾いていただいても構いません。484小節目からのボーイングはここまでダウンアップと弾いて、488小節目を次の小節と一つのスラでつないでいただきたいと思います。書いてアウトに弾くと、でその後がアップで終わりになってしまいますので、こうダウン一弓でつないで最後491小節目の背をダウンと終わっていただきたいと思います。493小節目からのボーイングはアフタクトの背をアップから入った後はダウンダウンアップアップと弾いていただきたいと思います。で、499小節目は書いてある通りにここはダウンダウンと弾いていただきたいと思います。その後も同じようにダウンアップダウンと弓順で弾いていただいても構いませんし、あるいは普天にボンプをしっかり伸ばしたいのであればダウンダウンアップと弾いていただいても構いません。はい、今日は短いですけれどもここまでとさせていただきます。先ほどの448小節目の解釈ですが、この小節だけを1拍目に持っていくということはシューマン自身何かしらの意図があってこのようにしているのではないかと解釈する指揮者もおられます。一番良くないのはこのベースパートの中でその1拍目だったり2拍目だったり解釈がバラバラに分かれてしまうということが一番良くありませんので、どの形で演奏するのかを必ず指揮者の指示をいただくようにしてください。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。